クラウディオ・メールロ、メルルス、クラウディオ・ガ・コレジオとも、1533年4月8日1604年5月4日ワルネサンス時代に活躍したイタリアの作曲家、出版社、オルガン奏者。独創的な鍵盤曲やベネツヤ式のコーリス・ペッツァーティ、洋式の合唱曲で知られる。コレッジョに生まれ、パルマに没す。元の姓はメルロッティであったが、 ベネツィアの文化サロンで有名になった後、ラテン語風のメイルロに改名した。メイルロの若い頃についてはほとんど知られておらず、わずかにコレッジョで、著名なマドリガーレ作曲家トゥグデュアルメノンと、オルガン奏者のジローラ・モドナートに指示したということが、わかっている程度である。先例記録の次に残る彼の名前を記した記録は、1555年に、ベネツィアでアントニオ・ザンターニのために行った。 法定証言の記録である。ここから彼がこの時期にすでにベネツィアの有力者と近い位置にあったことが知られる。おそらくサンマルコ寺院にてジョゼフ・フォッツァルリーノの下で学んでいたと考えられているが、このことを証明する記録は一切残っていない。また、ベネツィア時代にコスタンツポルタと近しくなったと考えられ、この友情は生涯にわたって変わることがなかった。 その後、1556年10月21日にメールロはブレシアの聖堂にオルガニストとして職を得ている。そして1557年にイタリアにおける最も権威あるオルガン奏者の地位といえるサンマルコ寺院のオルガン奏者に任命された。このことから彼のオルガン演奏の技術は極めて高かったことが知られる。ブレシアに職を得てから1年も経たないうちに、 サンマルコのオルガニストとなったのは彼の技術が高く、またベネツィアの有力者とも懇意であったことによるのであろう。この時彼がアンドレア・ガブリエリを抑えてこの地位を勝ち得たことは彼の技術の高さを証明している。ただしサンマルコには当時2つのオルガンがあり、この時メール論が任命されたのは小さい方の第2オルガンで第1オルガンの奏者には アンニーバレ・パドバーノが止まっている。1566年、パドバーノがベネツィアを去ると、メールロは第一オルガン奏者に昇格し、アンドレア・ガブリエーリが第二オルガン奏者に就任した。1560年代から70年代にかけて、メールロは全員ヨーロッパで最も権威あるオルガン奏者となり、また作曲家としても来たイタリアで最も力のある存在となっていた。 トスカーナ大公、フランチェスコ・デ・メディチの長年の愛人、ビアンカ・カッペロとの結婚式には、ベネツィア共和国の特使に任命され、また、フランス王・アンリ・三世がベネツィアを来訪した際には、祝祭音楽を作曲している。1576年、1580年に、フェラーラを訪れている。1583年に、妻、バルバラを亡くす。1584年、 メールロは突然、ベネツィアの職を辞した。その理由は不明である。ベネツィアでは、報酬も良く、彼の評判もすこぶる高かったし、サンマルコ寺院はオルガニストにとって、最も名誉ある職場の一つであった。しかし、事実として1584年12月には、パルマのファルネーゼ家の宮廷の支払い記録に、彼の名前が記されているのである。果たして、彼を獲得するために、 ファルネーゼ校をタービオが莫大な金額を積んだのであろうか。またパルマに至る前にマントバでも職を得ていた時期があるのではないかとする説もあるが、これは今のところ証明する記録がないままである。唯一明らかなことは、1586年にメールロが新任のパルマ公、アレッサンドロ・ファルネーゼにパルマでの雇用を続けてくれるようンガンの手紙を記していることである。 同年のオッタービオが亡くなった直後の記録は欠けているが、この間メイルロがパルマにずっといたと考えるのが今のところ自然であろう。1587年、メイルロはパルマの聖堂のオルガン奏者に任命され、1591年からはステッカータの聖母マリア教会のオルガニストも兼任している。1593年にメルロは聖母マリア教会のオルガンを プレシアの偉大なオルガン製作会一族の末裔であったコスタンツオ・アンテニャティに命じて改編を加えたことが知られている。このことはメールロの音楽を考える上で重要な出来事である。おそらくメールロはベネツィアで得た経験をもとに彼の新しい作曲法を実現するためにオルガンの改編を求めたのだろうと考えられるからである。 ボローニャ派の画家アゴスティーノ・カラッチと交友があったことが知られている。メイルロは晩年、ベネツィアやローマを幾度か訪れ、二冊のオルガンのためのトッカータを出版している。1588年7月10日、聖ステファノ教会でパルマの裕福な家のアマビリア・バンツオラと再婚している。1604年5月4日、パルマにてボッス。妻アマビリア・バンツオラと娘。 アウレリア・マリアが後に残された。葬儀は5月14日に行われ、メールロの墓はパルマ大聖堂、チップリアーノ・デ・ローレの近くにある。クラウディオ・メールロは、鍵盤作品でよく知られている。特にトッカータは、その独創性が高く評価される。メールロは、初めて対法的部分と、経過的なパッセージワークの部分を、はっきりと対比させた作曲法を用いた人物である。 またトッカータや乾燥な的な作品の中に、リチェルカーレ的な部分を挿入することもよく言っている。鍵盤作品の多くは、ポリフォーニーの声楽曲の編曲のような感じで始まり、次第に装飾が付け加わっていき、最後には、高度に技巧的なパッセージを極めていく、という展開をとる。後期の作品では、バロック音楽以降の重要な技法であるモチーフに、 近いような装飾技法も展開している。また、メイルロはしばしば西部進行の規則を無視し、当時の鍵盤曲の流行よりも、後期間取りがある作曲家たちの技法に近いような、豊かな表情を追求している。メイルロの鍵盤曲は、大きな影響力を持っており、その影響は、ヤンピーテルス・ゾーンスウェイリンクやジローラも、フレスコバルディラの作品に見ることができる。そして、 スウェーデンクが教師として極めて大きな影響力を持っていたために、ヨハンゼ・バスティアン・バッハに結実することになる北部、ドイツのオルガン演奏家たちの系譜は、メールロの生み出した技法に連なるということができるので、ある。ジローラモディルータによる著名な鍵盤演奏法についての論調、トランシルバニア人は、メールロに検定されており、メールロが、 ルネサンスの鍵盤奏者の第一人者とみなされたことの象徴となっている。メイルロはその器学作品の影響の大きさゆえに忘れられがちであるが、マドリガーレ作曲家としても重要な存在である。彼は今日の分類ではベネツヤ学派に属す声楽曲の作曲家でもあり、ガブリエリ式の複合唱のためのモテットなども書いている。また五世のためのマドリガーレ集を2冊。 四世のためと三世のためを各一冊出版している。ありがとうございます。